はい、ブルーカレント3の692になります。こちらスピニングモデルを例にとってちょっとご紹介させていただきます。こちらの方が、ティップの方がすごく繊細に作ってあります。で、まあ、乗せ調子なんですけど、プラッキングにもすごく向いていて、メッキのプラッキング、メバルのプラッキングにもすごく使えると思います。で、感度の方もすごくいいんで、ジグタンのスイミングホール、すごく分かりやすくなっています。ぜひよろしくお願いします。ジュゲットの 0.5g です。ノッドがブルカイント3の69です。ワインドのジグヘッドの 5g です。次はリッジ3号 F ですね。この6級はジグタンとかもいいんですけど、このプラグもかなりおすすめです。移動距離が少ないアクションで食わせの馬が取れます。このただ巻きの感度もすごくあって、状況把握はしやすいですね。うん、プラグで。最高。うん、すごい使いやすいよ。メバルメッキいいね、味。もちろんジグタンにもいいし。ジグよりプラグ。ちょっと先入るように作って、なんで移動距離を少なく誘える。でもレスポンスはすごくいい。もちろんただ巻きの感度もすごくいい。すごいね、でもあの鳥。10メーター来ないかな。
よっしゃ。やっぱメキ引くね。よいしょ。いいサイズですね、全部。はい。ブルカイ6級ですね、3。すげえ元気が。結構でっかいよ。ほら、いいサイズ。ミッキーいいサイズですね。手のひら大ぐらい。ロトがブルカレーの6級ですね、3。こういう小型プラグの新編とかも使いやすいですね。もちろんメバルのあのフローティングのミノーとかも使いやすいです。逃がします。いいサイズ。また持てない。はい。しょ。逃がすね。なんで？なんで来ない？起きた。ロープもこっちで壊さんてな。ね、このちっちゃいやつで。ちっちゃくした。リップ付きにしてみた。僕と。よいしょ。結構いいサイズじゃない？ね。はい。ちぬには弱い、うん、っていうのがちょっと入りすぎるから、ほら操作性がちょっと落ちるよね、ちぬ用のルアーとかだったら。うん、5センチ未満のミノーだったら使いやすい。おお、すっげえ下からすっ飛んできた。めっちゃ引くよ。カセミ？これでかい。いいサイズ。ちょね、カセミっぽいよね。青くて背中。いいサイズが来ました。すごい引いたね。綺麗。6級っすね、竿が。やっぱ近場でかかってもティップはスコッて入るんで、バラシも少ないです。